今回は陸上部として新明さんと一緒にある大会で優勝を目指していただきます。陸上部ある大会、新明さんは？それではお願いします。お願いします。じゃないなよ。何何、怖い怖い。お疲れ様です。お疲れ様ですじゃない。顔が見えないけども、全く。新明です。いや、あ、新明さん、声を聞けばわかる。陸上部なんでしょ？はい。これは関係ないでしょ？だってめちゃくちゃ関係あります。何、どういうこと？これを着て7月3日にですね、朝虫でティラノサウルスレースが行われるんですよ。そのレースに向けた練習を部長としたくてですね。そういうことね。やってきたんですよ。はいはいはい。で、部長もティラノサウルスになってきてください。わかりました。お願いします。いや近いな。怖いんだよ。ティラノサウルスレース。自前で用意したティラノサウルスの着ぐるみを着てレースをするこの競技、4月に鳥取で行われて話題になった大会が青森でも開催されることに。本番は朝虫の砂浜で行われるということで、この日は事前練習。ぐわー、すごい機敏じゃないですか、部長。部長、走ってください。速っ。意外と走りやすい。そんなになんか支障ない。こっちはかなりちょっと走りづらいです。そう、もともと足は遅いです。逆にちょっと走りづらいから遅い人でも勝てるっていう夢を持てるレースなのかなと思ってたんですけど。でもそれもあるかもね、人によっちゃね、はい、走りには多少不安はあるものの、その真面目さから真剣にダッシュを続ける新明アナ、いや新明サウルス。とりあえず予選は突破したいです。決勝に残りたい。これまでも、そして今回もすでに抜群の運動神経を見せている千川サウルス。なんとなく分かってきました、感覚も。このマッチ〇〇部、トロフィーとか欲しいもんね。賞状もそろそろね。通行人が足を止める中、2頭の恐竜が優勝を目指し走り続ける。ありがとうございます。お願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。すいません、青森テレビで領収書お願いします。すいません。お願いします。スッとやっとくよ、スマートに。会場には参加者が続々と集まってきました。服なんだ。あ、かわいい。今の気持ちはティラノサウルスレースで1位取る。頑張ろう。顔なじみの姿も。ちょっと、ちょっとお疲れ様です。いや、A じゃないよ。 A じゃないよ、こっちが A だよ。どういうの、ちょっと恥ずかしい。タイミングよく歩いて、この辺を。でも完全プライベートで今回参加するんでした。あ、プライベートで。はい。じゃあちょっとライバルじゃん。いや、もうこれは負けられない先輩ですけれどもね。え、笠井さん、このティラノサウルスレースやろうと思ったきっかけ何だったんでしょうか？あ、そうですね、私も何年も前からティラノサウルスを一人で来てこうイベントに出たりしたりしてたんですが、まさかでも青森とかこう日本でレースをするっていう、こう感覚がなくてですね、アメリカの方でやってるのはしてたんですが、はい、鳥取の方に聞いたら、もうティラノサウルスは誰のものでもないからと、ちょっとかっこいいことをいただきまして。あ、みんなのもんだと。はい、あ、だったらもうじゃあ青森でもやらせていただきますって言って、もうそこすぐに報道に。今回大会には子供から大人までの130人がエントリー。千川部長と新明アナは成獣ヤングの部に出場します。
30度を超える暑さの中、恐竜たちは70メートル先のゴールを目指します。目指すは一番です。入賞です。頑張ります。頑張ります。まずは予選、2位以内が決勝に進むことができます。成獣ヤングメスの部からシンミオサウルスが登場。果たして、1位にはほど遠く、さらにはゴールの10メートル手前で転倒。ちなみに先頭を走る黄色の恐竜は小野寺アナ、1位で予選通過です。取れ高的に小野寺を部員にした方が良かったんじゃないかって聞こえてきそうなんですけども、頑張ったということで、全てはセンカワサウルスに委ねられることに。果たして、よーい、途中まで1位をキープ。ラストどうなる。センカワサウルス見事予選1位で決勝進出決定。ちなみに成獣ヤングの部は中学生から30代までの参加、最年長39歳のセンカー部長、すごいの一言です。さあ、予選が終了しました、はい、部長、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。本当にあとは優勝するだけですよ、はい、ただもう次はもう足の疲労が半端じゃないもん。30度を超える暑さ、そして予選での70メートルダッシュにそのほとんどの体力を奪われたものの、39歳、気持ちだけは誰にも負けてはいません。決勝は予選を勝ち上がった8頭で争われます。〇〇部史上初の快挙なるか。果たして、位置についてよーい。序盤は横一線、しかし優勝、優勝、大会です。最初こそ調子よく走っていたものの、途中からは失速。最後は体力の差が出て、結果は8位でした。優勝できませんでした、ごめんなさい。でもかっこよかったですよね部長。レースは40代以上の成獣シニアの部。うちのお肉を追っかけます。小学生以下の幼獣の部でも大盛り上がり。ちなみにプライベートで参加した小野寺アナはなんと2位入賞。悔しい、優勝したかった。小野寺を見つければよかった。そして1位に輝いた皆さんには恐竜らしい景品、なんと肉のブロックおよそ5キロが渡されました。おめでとうございます。大会関係者の皆さん、出場した皆さん、本当にお疲れ様でした。まさかの予選敗退ということでかなり悔しいんですけれども、なんかこのイベント自体がすごく盛り上がって、はい、人もたくさん来てたし ね、参加者もたくさんいたから、なんとなくそこにイベントに一緒に出られて、なんとなく青森県をこのまた盛り上げたっていう意味でもね、うん、〇〇部としては嬉しかったですね。来年またあるんであれば、はい、リベンジしようよ。お願いします、ね、来年はシニアに僕繰り上がるので